大丈夫、着いたかと思った。仙台にも早いよ。仙台楽しみだな。なぜだろう。てかさ、ケンキーとか絶対寒いよね。あれ寒いと思う。でもあれだって下に着るんだって。あ、着るけどさ、俺より絶対寒いよ。みんな薄着じゃん。あれ薄いからさ、まあ、ハルトンぐらいじゃない一番暖かいの。さっきあれ自分に寒いって言ってただけなんか前。そうなの。そう、なんか中に着るのが薄いから。でもあの上着がなくなったら終わりだって。マスカレードだったらマフラーするよ。ちょみつが。まあ本当だって。いや、あれ欲しいな。なんかさ、ちょっと待って、欲しい。やべ、ちょっとさ、ここはやっぱ開けようぜ。開ける？おお、なんか霧がすごい。でもさ、今日は寒いけどさ、割と晴れてる。そうだね。今日何度？今日何度だろう、わかんない。ちょっと待って、ね、ドボンやりながら喋るの難しくない？そう。あの、ペンライト振ったりするのにさ、めっちゃ集中しちゃう。いや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 。いや。ん？あ、かっこいいかっこいい、それ。光が。眩しい。空の輝きも。空の輝きも。持って。なんかな、今日新幹線仙台組いないからちょっと寂しいな。寂しいね。あ、それはあれじゃない？どうした？バーストしちゃうくない？え、まさかの？え、まさかの全部、あー、バーストしてた。わ、やってんよ、お前。わ、やってるわ。だって今のはさ、どこにくらい？ごめんなさい。なんかね、でもね、ごめん、俺、マジで昨日謝りたいことがあるんだけど、昨日さ、あの、僕の名前つけてくれる方に、なんか、バーストさせちゃったんだけど、本当に申し訳ない。あー、あのさ、俺、電車の中でたまにやってるときさ、うん、電車電波悪いから通信切れちゃうことあるんだよ。そうそうそう、通信切れちゃうんだよね。ね、僕もさ、一回ハルくんだったって時があったんだけどさ、ハルくんだってなった瞬間に切れちゃった。悲しかった。オッケー、さて、いくよ、せーの。あ、切れんじゃないか。お、よし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 。あと、これでなるかな。いや、まだあと2回。これ以外、奇跡いつなる。奇跡にして。ありがとうございます、ってくれて。あ、どうされる。その顔やめて。ちょっと怒ってる。うん。え、マジでなんかね、光がかっこいい。はるくんのブログにもこんな感じの写真上がってて。あ、アメブロね。そうそう、アメブロのやつ。